メキシコトビマメとは、ガの幼虫に寄生された種子が生きているように動き回るメキシコ原産の植物である。この種子はメキシコ現地ではブリンカドウの名で知られる。メキシコトビマメは外見的には直径7から10ミリメートルの気化色から茶色の小さな豆であり、内部に小型のガの卵が産み付けられた植物の種子の一種である。このガの幼虫の動きにより、 豆は跳ね回る。豆自体は、東大草かメキシコ飛び豆族に属する、サバスティアニアパルメアリーあるいはサバスティアニアパボニアナの、干木の種子であり、この干木自体がしばしば英語では、ジャンピングビーンと呼ばれる。また、この豆に寄生する、ハマキガカシディア族に属するなら、スプリなソウルティタンズも、英語では、ジャンピングビーンモスと呼ばれている。出口のうがたれた豆と、 寄生していたがとそのサナギの唐津バスティアナ・パボニアナは岩石室の砂漠の斜面や峡谷に生える落葉性の寒木で冬には鮮やかに紅葉する。この寒木は春から夏にかけて花を咲かせ、寄生するがはこの銘花の脂肪に散乱する。卵が孵化すると幼虫は種子を内部から食い荒らし、種子の中身は空洞状になる。幼虫は糸を分泌して、 自分の体を空洞化した種子の内側に固定する。幼虫は種子の内側で休眠状態のまま数年間程度生存することができる。幼虫を取り巻く湿度等の環境が適当であれば、幼虫は一定期間の後さなぎの状態になる。通常は春、羽化した側後にさなぎの殻を残し、豆の表面に開けた丸い扉状の出口を通って脱出する。 この銀灰色の小さな側数日の寿命しか持たない。種子が跳ね回るのは種子を乾燥させる熱気から幼虫が身を守るための生存手段によるものである。太陽の紫外線は低い気温の中でも種子を跳ね回らせるが、種子が長時間直射日光にさらされれば低い気温であっても種子は乾燥し内部の幼虫は死ぬ。メディアを再生するメキシコ飛び豆は英語圏では メキシカンジャンピングビーンの名で知られ、アメリカ合衆国では今もなお広く販売されており、イギリスでは1970年代の人気玩具であった。手のひらに握り込むなどしてビーンを急速に温めると内部の幼虫が痙攣を起こして周囲の糸を引っ張り特徴的な跳ね回り運動が引き起こされる。これをジャンプと呼ぶのはいささか誇張表現であるが、 ビーンははっきりと死にできる速さであちこち動き回る。箱から出して手の中で数分間温めることでビーンは活発に動くようになる。またビーンの片面はかすかに緑色を帯びており、もしビーンが茶色に変色し始めたら、それは中の幼虫が死にかけている証拠である。耳元にビーンを近づけてみて中からカラカラという音がしたなら内部の幼虫は 完全に死んでいる。1960年代にはこのビーンの名前を冠したプラスチック製のガンが製作され、複数のパッケージで販売された。ガンビのンは薬のカプセル材によく似た形をしており、内部には金属球が入っていた。カプセルが置かれた場所を傾けてやると、内部の金属球がカプセルの端に転がり、カプセルは軽練するような動きを見せる。日本では、 植物防疫法により、この種子の国内への持ち込みは禁止されている。豆の脱水を防ぎ水分を補給するためには、1ヶ月に1回か2回、塩素を含まない水に豆を4から5時間浸す必要がある。いくつかの地域で水道水に混入されている塩素は、内部の幼虫を殺してしまう。あるいは、塩素の含まれた水道水を蓋をしていないコップに入れて、 約6時間ほど放置することで、塩素を発散させて使うこともできる。少量の水を霧吹きで豆に吹きつけるだけでは、幼虫の寿命を伸ばすのに、効果はない。豆は冷たく乾燥した場所に保管されねばならない。冷凍保存をすると幼虫が死んでしまう可能性がある。メキシコ飛び豆に寄生するラスプリナソウルティタンズは、メキシコのソノラ州シナロア州チワワ州原産であるが、 そのラシュアラモスは、同地が、メキシコ飛び豆の原産地であると主張している。この川、宿主子となる樹木ズバスティアナ・パボニアナが生えている、約3 0百マイルの地域に生息している。春になるとこの川、昨年に、卵が産み付けられた豆から浮かし、次の世代の宿子となる樹木の花に卵を産みつける。メキシカンジャンピングビーンは1930年代から1950年代に、 かけて多数のカートゥーン作品で定番のギャグとして使われていた。それらの作品では、ビーンを食べてしまった登場人物の体が本人の意に反して跳ね回り、何度も地面に叩きつけられる。人形劇のひょっこりひょうたん島にも登場する。ウェーン、S ワード2008年12月6日参照、坂根逸夫 遊びの博物誌に朝日新聞社 ISBN4 から02から26322から4ピアニッシモ 151jumpingbeansrus.com ありがとうございます。